まずは亀谷さん注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメルのそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョンビエル・カシメル VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。惨敗されるんですけども、おお、いきなりきた、やっていた、あっ、しかし、緑か、ああ、やっていた、トーキーだ、トーキーだ、どうだ、ダウンか、ダウンです、特に、いや、さすがカシメル、コーキーパー、まずはダウンを奪ったのはジョンビエル・カシメル。とかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。の方はランキング世界ランキングの入りはしているんですけれども、こちらバンタム級階級で言いますと今さん重いんですよね、はい。まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強い選手なりダウンが上がりましたちょっとこれは目が離せない。ここで判決を取ってしまうんですよ、今度はカシメロ少しペイントを入れました。サンチェスを展開して2回目サンチェスを返した左メロの左が左にいた見事なダウン。サンチェスを上がりに上がりに残りは1分。さあカシメロが来るか、止めに来るよ。サンチェス勝負か、そして行くか、いや前すぎる、いいですね、前すぎる、そこに一人でサンチェス、いやカシメロ、カシメロが手に入れて左に入った。ちょっとサンチェス使わないですね。そこは頑張ってますよ。2分間の上は40秒、少しずつか、いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、手にカシメロがまた来た、これはどうでしょう、表現か、あ、止めた、止めた、止めた、チーム、そしてリング上を待つジョンビエル・カシメロ、1ラウンドテクニカルノックアウト。いやー、まずは岩瀬さん、はい、あっという間に終わってしまいました。 OK、 もう加速が強いですね、はい、しょうもね、まあ、岩さんのおっしゃることももちろんわかります。さあ、亀田さんいかがでしょう。いや、サンチェス、いい選手。